静かに暮らせるだけでありがたいことじゃ。さあ、戦闘中ですが、そちらに行くんですね。一旦案内は中断されますよ。わかりますよ。急に気分が変わったんですよね。案内するのはまた後でもできますから。 どうにか狙えそうです。やってみます。ではお任せしましょうか。そういえば近くに宝箱があったはずです。異界の情報としてその場まで案内できますよ。ここからでもやけに目立つぞうですね。せっかくですから立像を目指してみましょうよ。中継の直後に先手を打てない。余計な傷を受けないように気張りましょうか。 これ、感謝の証としてどうぞ。ついてきてください。素材となるものを入手しました。 そういえば我々、
みんなが違う職ですね。まあ、多分偶然なんでしょうけど。補完し合える良い組み合わせ。危なげなく戦いを終えられましたが、これに慢心せず次に備えましょう。素材も得られますし、買っておきますか。頼もしいですね。その体、急いで消灯。残りを片付けないと。すごいじゃないですか。私の火の力お使いください。そこに何かありそうですね。よく見て判断すべきですね。敵ですね。今なら体力は十分です。余計な傷を受けないよう決まりましょうか。冷やしたな。まったく肝を冷やした。拾うのは私いいですが。期待しすぎかな。ごく普通の品でした。そうそういつも価値の高いものばかりじゃないので。歩く距離を考えると、そうですね、あの牛車を使うというのも悪くない考えです。そうですね。ここは魔法の属性付与ですね。お受け取りを。これだけはねえわ。なめんなよ。控えめに言って最高の攻撃です。いつも呼吸が合えばいいですね。あ、そういえば異界ごとにマスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むマスターもいました。いろいろと考えてしまいますね。
役立つ素材を得られる場所ですね。得て損にはならないでしょう。一つはミーアディン殿の家にあったと思います。そこに行ってみましょうか。私がそこへお連れします。やった、道に詳しい人がいて幸運です。何が出てくるか楽しみですね。私の後に続いて。いただきな。人同士の関係が気が進みませんね。敵対する以上は致し方ありませんが、おっしゃる通りです。はいはい、わかりました。他にいないのですね。私がやりますよ。
私のうさぎの計画は、この近くに宝箱があるんです。興味があるなら、そこまで案内しますね。切り抜けましたが、危ないところでした。同じ過ちは犯さないようにしたいです。おいしい拾い物はねえが。抵抗すんじゃねえ。どうにか狙いそうです。やってみます。ではお任せしましょうか。一つはミーアディン殿の家にあったと思います。そこに行ってみましょうか。私がそこへお連れします。やった、道に詳しい人がいて幸運です。到着しました。魔導書は集まったか。おお。残念ですが、私にはこの依頼の知識がないのです。詳しいポーンを仲間にできれば。
魔導書は集まったか。お待ちしておりました、各社様。一つ、しつこいわね。ミアディンさんの家に入っていくのを見た。ではこちらへ。ちょっと離れてくんない？そこから調合素材を採取できそうです。ひとまず取っておけば後で使える。出ます。なんじゃね、お客かね。どっかに儲け話はねえ。いらっしゃい、ご用は。今気づきましたよ、重量方ですね。お困りでしたら私が荷を。頼み事なら他を。よく来たのう、どれも秀逸、何恥ぬ品ば。かりじゃ嘘だと思う。ほう、お前さん、わしの作る一品が欲しいとな。わかったわかった。ありがとうよ。結局何も買わずじまいですか。次こそいい商品があるといいですね。各社様は計画的なんですよ。あそこに見えるあれ、どうにか手に入れたいですが。疲れたな。何か面白いことないかしら。そろそろ食事の時間ですかね。宿が恋しいですよ。ずいぶんお疲れの様子だな。交易の町は人に酔うんだ。一旦この宿で一息ついていきなよ。前田り、どうぞ見てってくれよ。今潰しするだけの仕事を。なんじゃ、ね、仕事の確認は財政感が鈍ってきたのね。何か面白いことないかしら。辛いな。兵士加減法はないかな。
どうです見ていきますか。どこかに探検に出て余計なこと考えない贅沢。よかったら見てってくれ。迷うのはまた明日だな。どうぞ見てってくれよ。下手打って落ちるのは勘弁。いらっしゃい。今の職にこだわらず新しい型に挑戦してみてはどうですか。毎度あり。すごい、各社様しかなれない職だ。我らも全力で支援します。いらっしゃい。あらお客さん、どこでも需要があるのよね、武器は。国境近くなら。
なおさら揉め事も多いから。また来てよね。見ていきますか。ずいぶんお疲れ。交易の街は人に酔うんだ。一旦この宿で一息ついている。前取り。どうぞ見てってくれよ。これも市民のために。いらっしゃい。生きてるだけで大変なのよね。見極めないと。待てよ。ふっかけられちゃ黙ってらんないね。働きたくねえ。あら、お客さん、どこでも需要があるのよね、武器は。国境地近くならなおさらもまた来てよね。ゆっくり見ていって。一つはメルベの北の店、そこにあったかと思います。そこまで案内します。やった、道に詳しい人がいて幸運です。もう足が疲れてきましたよ。せっかくですから牛車旅はいかがでしょう。牛車ですか。魅力的な提案ではあります。でも判断は各社様に委ねましょう。
そろそろ帰る。牛舎ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。景色を見ながら歌ったね。それもいいですね。何？この牛舎は乗っていくなら料金。上がる前に仕事しねえとな。ガールだ。降りてくれ。ランタンの出番ですよ。何のためにお持ちですか。敵意を持った人物がいます。油断しないで行きましょう。火の属性を付与します。問題だわ。カモはいくらでもいい。深酒はやめてさっさと寝ちまうか。それだけはねえわ。どこへ行くんだ。貧乏くじ引いちまったね。星の瞬きには吸い込まれそうな魅力があります。きっとそうだと思ってましたよ。この牛舎は何とかなる。私は支援行動を重視し常に各役立つ素材を得られる場所ですね。ひとまず取っておけば後で使えます。素材も得られますし、買っておきますか。やるなら一撃で、出ないと逃げられます。
ましたが、危ないところでした。強さの見極めが甘かった。それが反省点ですね。野営の跡地、まだ探索を終えてない洞窟があります。異界の知識によれば近くのはず。案内させてください。さては道のりが不安ですか？この私が案内を間違えるとでも？そこ何かあるのでは？とにかく調べてみなければ。ゴブリンが出ましたよ。緊張と期待でもう鼓動が早金です。これぞ探検、旅の醍醐味ですね。せめて地図なり案内板なりあれば。期待しすぎですか。もちろん問題なしです。私の火の力、お使いください。決まりましたね。どんどん強くなりますよ、私たち。こちらへどうぞ。いいものが出てきそうです。どうしました？そろそろ進まないと。さあ着きました。やれやれです。一つはメルベの北の店、そこにあったかと思います。そこへお連れします。やった、道に詳しい人がいて幸運です。魔法の力で属性効果を付与します。水濡れ状態になりましたか。助かりました。危なかった。
直ちに。出ましたよ。私の針金。各社様、この調子でどんどん行きましょう。仲間が水に濡れてしまいました。火の属性を付与します。牛ですね。魔物と比べると可愛いものですね。私の後にその岩動かせそうですね。何人かで押してみるとか。押せば転がりそうに見えますね。どうにか狙えそうです。やってみます。外さないでくださいよ。食後の語らいもいいですが、早く寝ないと。大切なのは体力回復。ならばもう寝ることですね。ではこちらへ。素材採取できる場所がありますよ。
所持重量に気をつけて取りましょう。ここは魔法の属性付与ですね。お受け取りを。これは自信を持って良いと思いますよ。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。いわばそれなりの品かと。期待値は超えていません。役には立ちますから無駄にはなりませんよ。追いつけないですよ。ついていくのが従者の使命ですよ。水濡れ状態になりましたが、お見事。お役に立てて嬉しいです。またどうして。休憩の直後の戦闘、仕方ありません。余計な傷を受けないよう決まりましょうか。文字が読めます。何の情報でしょうか。私の火の力、お使いください。いいですね、各社様。オーガはあなたに夢中です。うまく誘導してください。も得られますし、勝っておきますか。やるなら一撃で、出ないと逃げられます。
いで取ります。場所を忘れたらもったいないですから。ついてきてください。一つはメルベの北の店、そこにあったかと思います。そこまで案内します。ではお先に、頼りにしてますよ。私の後に続いて。今のうちに回復を。やるしかないようです。やれやれ、わかりましたよ。どうにか狙えそうです。やってみます。外さないでくださいよ。未発見の忘れられたリムストーンが近辺にあります。私の異界知識によれば道はこちらです。ついてきてください。素材系の品ですね、これは。
組み合わせによって異なるものに変化します。ここで行くのはなかなかの強行軍ですよ。ケチらずに牛車を利用してみませんか？確かに牛車は良い選択肢ですね。もちろん各社様がどう判断されるかですが。私の火の力お使いください。素材も得られますし、勝っておきますか。やるなら一撃で、出ないと逃げられます。
すごいじゃないですか。役立つ素材を得られる場所ですね。ひとまず取っておけば後で使えます。そういえば近くに宝箱があったはずです。異界の情報としてその場まで案内できますよ。魔法の力で属性効果を付与します。それならあんな一つはメルベの北の店、そこにあったかと思います。そこまで案内します。ではお先に、頼りにしてますよ。どうにか狙いそうです。やってみます。外さないでくださいよ。狼を確認。私の出番ですね。いっぱい取りますよ。火の属性を付与します。こんな日もないとな。うちの商品見ていってくれ。
また来てくれよ。欲しいものがない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。私だったら欲しくなくても買ってしまうかも。私の後に続いて。さあ、どんどん行きましょう。よいしょ。あのはしご、使えるようにするには上から触れる必要があります。戦果としてはまずまずでしょうか。戦術にはまだ改良の余地が。先導中ですが、そちらに行くんですね。一旦あの一つはメルベの北の店、そこにあったかと思います。そこまで案内します。やった、道に詳しい人がいて幸運です。見てください、何かありそうです。よく見て判断すべきですね。狼がいますよ。今すぐ助けます。よかったですね、助けが向かいますよ。
素材も得られますし、勝っておきますか。やるなら一撃で、出ないと逃げられます。日が暮れてきましたね。敵の急襲に気をつけてください。役立つ素材を得られる場所ですね。せっかくですから探ってみては。かばっておけよ。あなた、各社様、この調子でどんどん行きましょう。まあ悪くない。魔法の力で属性効果を付与します。テントがあるならここで休憩できそうですね。疲れた時はここ。ここに来れば良さそうですね。食べ過ぎました。今夜は肉の夢を見そうですよ。ついてきてください。どうにか狙えそうです。やってみます。外さないでくださいよ。仲間が水に濡れてしまいました。あれは塔？いや、立像？どうやってあそこまで行けばいいんでしょう。敵ですね。今なら体力が十分。
るよ。私の背後に。火の属性を付与します。たまには牛舎の利用も悪くないでしょう。果たして運賃に見合う快適さはあるんでしょうか。到着しました。そうですね。ここからだと案内できません。一つはメルベの北の店、そこにあったかと思います。私がそこへお連れします。やった、道に詳しい人がいて幸運です。お疲れ様、到着のようです。最高の品揃えだ。秘書、霹靂の削除、ドラゴンに襲われたメルベで回収したんだ。俺には何が書かれてるかわからないが、とにかく価値はありそうだろ。ありがとうな。買い物楽しかったですよ。一気にお金を使うのもたまには爽快です。これも必要経費というやつですよ。ケチっていても仕方ないですから。しかの体力が持たんわ。新しい装備の支給が。はしごですね。移動に使います。思わぬところに行けるかもしれません。やることはたくさんあるからな。明日は元気で行くかってやつだ。ぼちぼち家に帰るか、それとも…さあ、元気出していくか。各社様のそばにいると、とても安心します。
れましたね。少し休みますか。この牛車はベルンワースに乗っていくなら料金は先だよ。ベッドが閉じもきつかわれる立場ってのはつれえな。結構切れた。ここは魔法の属性不要ですね。お受け取りを。わかんねえって。ジョブギルドをご利用でしょうか。こちらで